俺がこの世界にやってきてから、そこそこの月日が流れた。さあ、メグミン、覚悟なさいな。これで、チェックアウトよ。テレポート。俺もそろそろベテラン冒険者を名乗っていい頃合いだが、こういうのは自分から口にせず分からせるものだ。ねえダクネス、教わった必勝法で追い込んだらテレポートで逃げられたわ。ここから勝つ方法を教えてちょうだい。うむ、メグミンはアークウィザードの駒でご利用しする癖がある。まずはこれを片付けよう。そう、ギルドの片隅でグラスを傾け、落ち着いた雰囲気を。ふんふん、なるほど。じゃあここで、エクスプロージョン。ああ、ズルミンが盤面ひっくり返してズルするんですけど。誰がズルミンですか。これはれっきとした公式ルールですよ。だいたい二人がかりの方が卑怯です。うるせえ、人がせっかくベテランオーラ出してるのに何なんだ。冒険者ギルドで遊んでんじゃねえ。いや、朝から飲んだくれているお前がそれを言うのか。分かってないな、ダクネス。ベテラン冒険者はシュワシュワを飲むのも仕事のうちだ。なんならそこらのテーブルにいるやつらを見てみろよ。ウェーイ朝っぱらから飲むシュワシュワ最高。冒険者なら飲まなきゃね。な、あそこはアクセルの町でも素行が悪いことで有名なパーティーだし。お姉さん、キンキンに冷えたシュワシュワ一つ。な、クリス、こんな時間から飲んだくれるとは。ダメ人間にも程があるぞ。ベテラン冒険者はシュワシュワ飲むのも仕事のうちなんだよ。カズマと似たようなことを言うな。製品と勤労と乙女エリス教徒として恥ずかしくないのか。エリス様の罰が当たるぞ。エリス様なら超許すよ。クリスさんはいつも頑張ってるから、たまには羽目を外していいってね。待って、ダクネス、私のシュワシュワ持ってかないで。なんと言いますか、この町の冒険者はダメな大人ばかりな気がします。おっと、メグミン、それは違うぞ。俺たちがこうやって冒険者ギルドにたむろしているのには理由があるのさ。だよな。おうよ、こうしてギルドにずっといれば美味しいクエストが真っ先に受けられるからな。緊急クエストが起こった時に備えて待機してる冒険者は多い方がいいしね。簡単なクエストは駆け出し冒険者に任せて、私たちベテランはここで体を休めてるってわけ。いざって時にはすぐ出られるようにね。そうだったのか。すまない、私はお前たちのことを誤解していたようだ。ダクネス、謝る必要はありません。みんなそれっぽいこと言ってますが、飲んだくれる理由にはなってませんよ。カズマさん、カズマさん、私もベテランとしてシュワシュワ飲みたいわ。ああ、箱入りお嬢は丸め込んだし、このまま夜までダラダラしよう。この男は。まあ、めぐみもジュースでも飲めよ。つかの間の戦士の休息ってやつだ。お、どうしましたお姉さん。俺たちと一緒に飲みますか。いえ、仕事中なので。皆さん、お食事中のところすいません。どなたか三剣さんか甲魔族の方々を見かけませんでしたか。甲魔族ならここにいますが。すいません、ちゃんとした甲魔族の方を探してまして。売られた喧嘩は必ず買うのが甲魔族です。いいでしょう、ちゃんとしてない甲魔族の力を見せてあげます。違うんです、上級魔法を使える甲魔族という意味です。実はベテラン冒険者向けのクエストが発生しまして。お任せください。いやー、
けなきゃいけないの？私は駆け出し冒険者だから帰らせてちょうだい。今さらそんな言い分通りませんよ。ここにいる自称ベテランたちの手でクエスト達成してやりましょう。ダクネス、私戦闘に向いてない盗賊職だし、高難易度の討伐クエストは無理だって。わがままを言うなベテラン冒険者。討伐対象はベテラン狩りで有名なモンスター中級者殺しだ。ほら行くぞ。うん、調子に乗ってベテラン風吹かせるんじゃなかった。まあ大丈夫だ。なんせ討伐対象は一匹だ。それなら爆裂魔法でなんとかなるだろう。ヤバそうなら逃げればいい。そうだな。頼むぞめぐみん、お前の出番だ。めぐみん、カエルピョコポコミピョコペコ合わせてポコピコムピョコポコ。いきなりどうした。カミカミじゃないか。なんてこと言うんですか。噛んでませんよ。魔法使いは滑舌命。今のはコウマ族に伝わる早口言葉カエルポコポコです。その早口言葉を教えたの日本人だろ。しかもカミカミで教えただろ。メグミンのやる気はバッチリね。これならなんとかなりそうだわ。またそういうフラグになるようなことを言う。ちょっと待って、敵感知スキルに反応が。何かがこっちに向かってきてるよ。出やがったな。めぐみん先生お願いします。先生やっちゃってください。いいでしょう。あまたの強敵を葬ってきた我が力を見るがいい。ねえねえ、あの子は何かを加えてない？ん？加えているのは宝石だな。しかもかなりの上物だ。数百万エリスはくだらないだろう。なんですって。それだけあれば当分遊んで暮らせるじゃない。中止だ中止。爆裂魔法はなしの方向で。本気？あーでも確かに宝石は惜しいし。今こそ私たちの出番だよ。宝石をスティールしよう。さすが中級者殺し、欲の皮の突っ張ったベテランたちの弱点を見事につくな。もう誰も逃げることを考えていないじゃないか。感心してる場合ですか。中級者殺しが突っ込んできますよ。いいぞ、全力でかかってこい。わあ！とまあそんな感じで俺たちは中級者殺しを華麗に撃退したってわけさ。なるほど、みんな大活躍だったんですね。でも周りの人たちが噂していた内容とは違うような。ユンユン、冒険者が話を盛るのは本能みたいなものさ。ここは感心したふりをしてあげよう。中級者殺しに蹴散らされて泣く泣く宝石を諦めた俺たちは、ダクネスが中級者殺しを引き離したところを爆裂魔法で撃退したのだが。でも中級者殺しを倒すだなんてすごいですね。もうすっかりベテラン冒険者じゃないですか。ありがとう。でももう俺たちはベテラン冒険者は名乗らないことにした。今後はエリート冒険者と呼んでほしい。ベテラン冒険者と呼ばれるのを嫌がる理由を詳しく聞き出したいね。でも今はそれより。私のターンね。ロリサキュバスを生贄にロリコン冒険者を召喚するわ。トラップカード発動。エリート剣士の特殊能力によりロリコンは死ぬ。判定20対0でメグミンの勝利。さっきから二人が遊んでいるカードゲームが気になるんだが。アクアが相手では勝負になりませんね。どこかに強い対戦相手はいないものでしょうか。私が弱いんじゃないわ。カードデッキが悪いのよ。カードパックを買うと変なのばかり出るんだもの。ねえカズマさん、私の敵を打ってちょうだい。嫌だよ、俺この世界のゲーム嫌いだもん。ボードゲームもカードゲームも変なルールばっかじゃないか。仕方ないわね。めぐみんは強い対戦者を求めてるんでしょ。だったらこの綿。おや、
受付のお姉さんがこっちに来ますね。嫌な予感がするのですが。この流れは知ってるわ。アクセル1のパーティーの私たちに無茶なクエストを押し付けるつもりね。無茶なクエスト。おい、喜ぶところじゃないからな。ユンユン、ルールは知らないが、私がゲームの相手になろうか。ありがとう。気を使ってくれなくても大丈夫だから。あの、ユンユンさん、すいません、ちょっとお時間よろしいですか？え、私？はい、実は高難易度の討伐クエストが発生しまして、ユンユンさんに指名依頼をお願いしたいのですが。お姉さん、ここにアクセル1のベテランパーティーがいるのに、どうしてユンユンに依頼するのですか？メグミンさんのパーティーは先日の中級者殺しクエストで全滅しかけたはずですが。ユンユンが依頼を受けるのなら私も行こう。高難易度の討伐クエストと聞いて、コウマ族として挑まずにいられようか。あるえ、まったく仕方ありませんね。同じコウマ族として二人を放っておけませんからね。メグミンも来るの？おっと、その不安そうな顔は何ですか？いいでしょう、先にユンユンを討伐してくれようじゃないか。何をやる気？このぬ討伐対象モンスターはゴブリンエリートです。それではアルエさん、どうかよろしくお願いしますね。ああ、そこで喧嘩している二人の子供は気にしなくていい。コウマ族エリートである私の力を見せてくれよう。私のターンね。ホスト系インキュバスを召喚。特殊能力により女性タイプのモンスターは攻撃ができなくなるわ。イケメンエルフを生贄にメスオークを召喚。特殊能力により男性タイプのモンスターは死ぬ。判定10対0でダクネスの勝ち。あの、みんなも話に入ってほしいのですが。このスバ？この間の中級者殺しにはひどい目に遭わされたけど、今日はコウマ族エリートがついてるから楽勝ね。その言い方だと私がコウマ族ノーマルみたいに聞こえるのですが。あと変なフラグを立てないでください。相手はゴブリンエリートだろ。なーに、油断さえしなければ私たちだけでも勝てる相手だ。問題ない。お前わざとフラグ立ててるだろう。強敵が現れたら一人で耐えてもらうからな。問題ない。うん、おっと、早速のフラグ回収だね。あそこに見えるのは確かにゴブリンエリートだ。でも厄介なことに2匹もいるね。じゃあ私とアルエがそれぞれ1匹ずつ受け持つってことでいい？さすがはコウマ族エリートだ。これこそが本物のベテラン冒険者ってやつか。強いモンスターを前にして動じもしない。カエルペコペコミペコペコ合わせてポコペコムペコペコ。なあ、メグミンから聞いたんだけど、それって本当にコウマ族に伝わる早口言葉なのか？俺にはカミカミにしか聞こえないんだけど。なんてこと言うんですか。コウマ族は噛みませんよ。そうよね、アルエ。ああ、疑うのなら私も実演してみせよう。カエル。それはもういい。ピョコポコ。待て、ここはまず私がおとりを引き受けよう。二人はその間に魔法の準備を。お前が待て。まだ離れてるんだからおとりの必要はないだろう。猫い！あ、こいつおとりスキル使いやがった。見ろ、ゴブリンエリートに気づかれたじゃねえか。てめぐみん、お前は何やってんだ。何やってんだと言われましても、私にできることはただ一つ。使える魔法は爆裂魔法、使って爽快爆裂魔法、我が切り札爆裂魔法。カズマさん、なんだか危険が危ない気がするわ。私先に帰るわね。
この状況で返すわけねえだろ。おいメグミン、ちょっと待て、敵感知スキルにまだ反応が。敵が2匹いるのならまとめて倒せばいいのです。エクスプラージョン。ゴブリンエリートが消し飛んでしまった。いや待て、ザコゴブリンがわらわらと。おいメグミン、満足顔で寝っ転がってんじゃねえ。なんでこんなことやらかしたんだ。ユンユンとアルエに先を越されそうでしたからね。これで私こそがコウマ族エリートです。我こそはコウマ族エリートメグミン。コウマ族ノーマルたるそこの二人はコウマの里からやり直すがいい。あ、何をするか。あんたが何してくれんのよ。身動きできない相手への攻撃は卑怯ですよ。ゴブリンの群れが来るぞ。しかも新手のゴブリンエリートが混じってる。なんでちょっと嬉しそうなんだよ。ゴブリンの群れが寄ってきてるの、お前のおとりスキルが原因だろ。このスパ